日々世界中の様々なメディアから発信されるスクープ報道。中には社会を大きく動かすことになる衝撃的な内容のスクープもありますが、特ダネをつかむため取材にひた走る記者たちは熾烈なスクープ競争の中をどう生き抜いているのでしょうか。また社会におけるスクープの意義、影響とは何でしょうか。青木さん、山内さんとスクープの本質について考えてまいります。 先週の木曜日ですねジャニーズ事務所の記者会見話題になっていましたけれどもジャニー北川氏が60年以上にわたって繰り返してきた性加害を認めました事務所がこれ巡る動きを振り返ってみますと1988年フォーリーブスのメンバーだった北浩二さんが性被害を綴った告白本を出版これ当時はなんか暴露本扱いだったんですか そうですね北浩次さんの本、僕も持ってますけれども、あのまあ、どっちかというと、色物っていうか、芸能スキャンダルっぽい扱いで、まあ、あまり真面目に抜け取られたとは言えなかった、それはまあ、だから、性被害をめぐる時代背景っていうものでもあっただろうし、はい、それから、まあ、ある意味でこう、う当時、相当力を持っていたジャニーズ事務所っていうもののパワーみたいなものに、 まあ、最近もそうですけどこう他のメディアがある種屈しちゃったっていうところもあって、うん、こうあまりこうきちんと受け止められなかったあまりじゃないね完全にきちんとは受け止められなかった、うん、っていうことですよね。 の差別心もものすごく強かった時代です、ね、まあそれもあるでしょうしね、うん、でその後ですね1999年10月から14週間にわたって週刊文春がキャンペーン報道を展開ジャニーズ側は文春側を名誉毀損で提訴したんですが2003年の7月に高裁判決で性加害の真実性が認定されたとこれもあったわけですよね,、うんうん、ねこういう動きがうん、うん、で。 今年の3月イギリスの BBC でドキュメンタリー番組が放送、うん、でこの今の流れにつながってくるわけですがやっぱりこの長い時間がかかっている理由ってい,いろんなものが考えられますよ、ね、まあ要するにメディアが強気に弱く弱気に強いっていうところに尽きると思うんだけどスクープって抗議のスクープと競技のスクープあると思うんですけど抗議のスクープっていうのは広い意味でのスクープっていうのは他の人が知らない事実を 世に出す明らかにするっていうのが抗議のスクープうん、うん、で僕が考える本当のスクープっていうのはその記者なりそのメディアなりがその事実を報じなければ永遠に闇に埋もれてしまってこう表に出てこなかった、えー、ものっていうのが本当の意味でも僕は競技のスクープだと思っていて、はい、でそのスクープの方向性も例えば芸能人が誰かと誰かとくっついてるとか不倫してるとかっていうよりはむしろやっぱりその権力者であるとかうん、うん、こう。 強い者たちの隠しているあるいは必死になってこう出さないようにしている情報を暴くのが競技の意味でのスクープ。 いいうふうふには思いますよねんなさいあの、えっと、このジャニーズの問題に関してまあここ30年以上にあたってちょっとずつ変わってきたじゃないですかでもそれってやっぱりの2017年のニューヨーク・タイムズのスクープあの映画会社ミラマックスの大物プロデューサーだとハーベー・ワインスタインの性加害問題がスクープされて、うん、でそれに、えっと、皆さん反応して「ハッシュタグ #MeToo」つけて SNS でツイッターでは っって広がったじゃないですかあれで性加害がものすごい社会問題として重いんだっていうことが社会通念として広まったそれがすごい大きな潮めだったんじゃないかなって思って、うん、で実際この BBC のドキュメンタリー B2 運動の後、まあみんなが性加害に対しての意識変わった後で出たことによってさすがにこれはもうやらなきゃいけないんじゃないかなっていう風にな,なっていった。 なんかやっぱ土壌が変わっていったっていうのが一個もう一個あるのかなって。そうですね。なんかスクープによって社会通念自体を変えることもできるっていうのは。このミート運動の時にすごい思いました、うん。青木さんが今おっしゃったその埋もれていたっていうことを考えると。うん、じゃ、このことに関しては、なんか埋もれてなかったじゃんって。だから、あの、まあ、山瀬おっしゃる通り、社会環境の変化っていうものも大きいと思うんだけれども。このジャニーズ事務所、あるいはジャニー喜多川氏の性加害問題に関して言えば。もちろん、この週刊文春のキャンペーンっていうのは、僕は。 広い意味でのスクープ立派なスクープだと思うし、うん、あるいは BBC の放送報道あのドキュメンタリーっていうのも世の中を動かしたスクープではあると思うけれども競技のスクープっていう意味で言えばまあこれ BBC の,のドキュメンタリー自体ご覧になってみれば分かるんだけれどそれなりにみんな知ってたでしょうと薄々う,すうす噂だとかね、うん、あるいはそのなんとなくそういうのは知ってるけれどもそのそれをきちんと取り組んでこなかった っていうう意味で言うとメディアの怠慢とも言えるし本当の意味でのスクープっていうよりはある種みんなが知ってるけれどもジャニーズ事務所の意向だったりとか強者におもねってっていうことなのか怖がってあるいはこの間の会見での井ノ原さんのね言葉を借りれば得体の知れないもの触ってはいけないものだっていうような空気に屈してこうみんながそれなりに知ってるのに報じてこなかったことを報じたっていう意味で言うと。 その本当の意味でのスクープっていうのとはちょっと違うのかもしれないっていうのは言えるよねあとやっぱりなんか受け手の問題というか、うん、山下さんが今おっしゃったようなそこの重要性によって広がり方が変わるのかなと思いますね誰も興味持たなかったらねそういうことですよねだからその時の社会環境っていうのもあるしやっぱりだからそこスクープっていうもののこう大きい一つの要素でもあるんだけれども例えばどっか一社がスクープした時に 他ののメディアがどうう反応するかっていうのも大きな問題だから一社だけがやっても無視されちゃったり知らんぷりされちゃったりとかあるいはこうみんな見て見るふりしなかったらそのまあ山内さんがおっしゃるようなこう社会的なムーブメントにはなっていかない。だから本当にスクープってものがこうメディアの仕事ってね基本的にはその、まあ、ちょっと口はったいけれどもこう 新しい事実を報じることで社会がやっぱり少しでも良いいくなってほしいなと思って報じているわけですよ、まあ、ジャーナリストとか多くのジャーナリストとかメディアはね、はい、そういう意味で言うと1社だけがやって他の社が追随しなければ。 社会的には、そういう意味を持たなくなってしまうっていうところもありますよ、ね。それ、私、あの、昨年の四月に。ちょうど、本当に週刊文春で、あの、映像業界での性加害を、告発するっていう動きがあったんですよね。はい、で、それで、あの、その後、全然他が報じなかったりして、結構埋もれつつあった。S.、うん、<S N. S. では、ガンガン言われてるんだけども、あんまり動きとしては、なんか、大きくならなかった。っていうところに、あの、映像業界の性暴力に対する。えっと 原作者小説を書いている原作者としての立場からステートメントを出してでそしたらその後でそのステートメントを取材させてくださいっていう名目で、はい、えいろんな新聞社だとかテレビだとかラジオだとかから取材の依頼が来たんですね、うん、で多分そういう大手メディアってそれによってあのステートメントっていうワンクッションによって。 で「週刊文春」がスクープしたものを、まあ、取材できるみたいな感じにっていう構図になってたのかなっていうふうに後になって思ってそうですねスクープってなんかどうしても最初はなんかこっそりみたいな、うん、<laughs> そう一社がやってるから多分他社のスクープに乗っかるって結構他の 会社ってどうなんですかどういううななんんでですすかかい心境それは一般的には例えば朝日新聞がやったら悔しいから毎日新聞や読売新聞は少し小さく扱うとか<ー>そういうことは往々にしてありますよね <laughs> ううだから他社がある社がスクープしたのに対して畜生悔しいなと思って小さく扱ったりとか意図的に小さくこうニュースにしたりとかっていうこともあるけれどもただ本当に世の中を動かすべきスクープってものであったらやっぱり追わざるをえないし一般的には追いますよね。だから歴史的に言えば例えばば例 さっっきちょっと言いましたけれどもその田中角栄の金脈研究っていうのを週刊あ,あれは文芸月刊文献主治で亡くなった立花隆さんがやったうん、うん、であの時も政治記者たちはこんなの知ってるよって言ったらしいんだけれども<ー>でもそれも国内のメディアはあんまりやらなかったんですよ。うん、ところがあれもその田中角栄さんがあの外国特派員協会に会見に出てたら。 田中角栄さんは他のことをしゃべりたくって外国特派員協会に行ったのに、うん、そのことを集中的に質問されてワシントン・ポストだったりとか外国のメディアが騒ぎ始めて、うん、で日本のメディアもようやく騒ぎ始めてっていうような経緯もあったりとかもしたし、うんね、今と変わらないなっていう変わらないですよね。うん、で一方で例えばリクルート事件なんていうのは朝日新聞がキャンペーン報道してで最終的には当時の竹下内閣がまあ崩壊するっていう、まあ、大きなスクープもあったしだからまあいろんなスクープの形があるってはえばありますよね。うん それって例えばその社内では追ってる記者みたいな人は周りに漏らさないように取材続けてるんですかいろいろありますよねだからそれはそのなんていうの社内だってまあ例えば大きなメディアまあ文化放送かどうか知らないけど大きなメディアだったりすれば漏れちゃったりとかしたらまずいし一番まずいのは、うん。 ニュースソースがこう漏れちゃうっていうのはまずいわけでしょう。例えば有名な話で言えば、うん、もうこれはあの分かっているけれども。そのアメリカのペンタゴンペーパーズ事件っていうのが、だってもそうだし、あるいは。そのニクソン政権が倒れる原因になった。まあ、その盗聴事件なんかは、その。ずっとその取材者は、その情報源ディープスロートっていう情報源をずっと隠し続けてきたわけでしょう。その情報源がバレちゃったら、うん、その情報源がとんでもない。 こう場合によっては命を奪われる可能性だとあるからそれは一般的には社内でもできるだけ秘密にするただし完全に秘密にし続けちゃうと今度はその信頼性だったりとか社内の中での評価もできなくなっちゃうから、うん、それはやっぱり基本的には編集幹部であったりとかはある程度それを把握した上で報道するなんていうこともあったりとか、うん、今追っっててますすよよいうことですね、うん、それは例えばこうばったり出会うスクープみたいなものもあるわけで、うん、これはすみません絶対ちょっと言わないといけない。 <laughs> 文化放送も過去に様々なスクープ報道を放送しています、うんうん、例えば前会長の三木前会長のスクープこれ有名です、うん、入社した年の11月25日に発生したのが三島由紀夫が市外の陸上自衛隊の駐屯地に立てこもって演説をしたの三島事件ですけれども、うん、その演説をすべて録音したのは文化放送すべ、うん、て 最初から最後まで。唯一ですよね。あの、マイクの、マイクを木の枝に吸いつけて。近くまで、こう、とって、背景の音もいろいろ取ったっていうところで。入社一年目で、になったんですね。で、これはもう百回話した。全社員が、も喋れるようになってるいまで、その、まあ、音声が、文化放送が四谷にあった時代だから、近かったから、取ることができた。まあ、そういうことなんですよね。まあ、そういうスクープもあります。例えば、それと同じかどうか、別として、類似のスクープだと、これは。 こう取材して発掘したっていうネタではなくって例えばあのペルーで起きた人質肯定事件っていうのがちょっと前にありましてぶん前にありましたけれどその時に共同通信僕が属していた共同通信の写真記者がその公邸の中にそのなんていうのかなこう人質を取って立てこもっているそのグループと連絡を取ってその公邸の中に初めて入って人質なんかにインタビューをして写真を撮った有名なのが あれかな西川さん覚えてないかなその共,同共同ニュースっていう,そのこう紙,紙を持ちながら公典の,の中に入っていくっていうシーンがすごい有名になったけれども唯一共同通信の記者だけが公典の中に入るのを許されてその中の様子なんかを写真に撮ってインタビューをして記事を出したっていうスクープもーまあもしかするとそういうスクープに近いのかもしれないよね、うん、ここまでねちょっといろんなスクープ今までの見てきましたけれどもやっぱりスクープによってわれわれが知って そこから広ががる動きが重要なんだなってすすごい思うんですよねそれによって世の中がどう変わるか <laughs>、うん、私あのとし富山出身で、うん、あの富山で TBS 系列放送してるチューリップテレビっていう局があるんですけど、はい、そこがあの富山市議会議員の政務活動費をすごい雑に乱用してたっていうのを、うん、あの調査報道してであ映画ドキュメンタリー映画にも「ハリボテ」っていうのになってるんですけどもそれを見るとすごい。 あの調査法とかどんどん進んでる時は世の中が変わりそうな気、うん、機運を感じるんですけど結構あこれであの市議会がすごいこうドミノ式にこう職辞職されたりってしていろいろ変わったんだけどでも大元で見たらあんまり大きくは変わってないなっていう印象があってちょっとこうんだろうさらに大きくもっとこう。 うん、社会大きな社会的な動きとこういうさまつな、えー、とお,お金の流れとかをクリアにするみたいなところにまで行ったかって言ったらそうはなってないし、うん、なんか田舎のおっちゃんたちの政治ぶりがちょっとこうここ。 コメディみたいに描かれている感じで、うん、なんかすごくいいあのスクープだし報道なんだけれどもそれでなんか世の中が富山がすごい変わったかって言ったらどうなんだろうなっていうふうに思っちゃったりいやでもその政務活動費っていうものがこんなに乱雑に使われてるんだっていうことをあのチューリップテレビの報道はきちんと明らかにしたしそれは確かに急激に全部の状況が変わるなんてことはもちろんないんだけれどもあのチューリップ放送のそのスクープ キャンンペーン報道っていうのは本当に立派だしのドキュメンタリーも,もうぜひ機会あったら見てもらいたいハリボテもそうだけど見てもらいたいんですよ。でそれこそが僕はスクープっていうふうにカテゴライズするべきだと思うわけですよ。つまりチューリップテレビの記者たちが 取材しなかったらその事実自体が永久に出てこない,いわけですよね、うん、でそれによって山口さんが言うように急に社会が良くなる政治が良くなるってもうガラッと変わるなんてことはなかなかないんだけれどもでもなかったんだけどもそういうでもコツコツとした活動がやっぱり社会をちょっと魅くしていく逆に僕らが新聞記者みたいなことやっていてよくスク社内ではスクープだよくやったって言われるので典型的なもので僕はスクープじゃないと思ってるのは例えばね今日なんとか容疑者を逮捕へ。 とか、うん、来週にも内閣改造とかっていうのはこれ他の社が知らないっていう意味でやっぱり特段でしょ、うん、で結構みんな慌てるわけですよ今日逮捕なのかとかあるいは、えー、来,来週内閣改造なのとか来週内解散総選挙なんていう記事が出れば大特段なんだけどでもそれって来週になれば明らかになる話じゃないですかうん、うん、逮捕したらすぐわかる話でしょつまり当局の話をいち早く抜くっていうのは 全く意味がないとは言わないけれどもやっぱりこれは本当の意味でのスクープとは言えないんだろうなっていうようなことは考えてみてもいいのかなって気はするけれどね。んかどれだけ自分事になるかというか人々の関心が集まるるかかが大きいい小さいを決めるんですか、ね、んまあそれもあるしまあでもねだけど僕ら日々取材をしていてスクープを狙うっていう時にそのさっき言ったようなこう社会を少しでもよくし,ていなしたいなんていうきれい事よりはむしろ、うん。 なんかこう人の知らないあいつも知らない他者が知らないことを知りたいと思ってやってるっていうのが半分くらいはあるので,で、ね、まあそれはメディアの本性っていうところもあるけれどもうんなんかこう調査報道、えっと、ニューヨーク・タイムズの「MeToo」の時もそうだし、うん、さっきの「ハリボテ」の時もそうなんですけど調査報道してる時の記者たちの生き生きした感じ、うん、やっぱすごいなんかグッときますよねなんかだから映画にもなりやすいのかなって人間の、ねまあ、ドラマっ、ね、そ,そ,そうドラマどれほどの社会的意味があったかどうか そして僕が本当に新聞で見て一番衝撃的なスクープだったうちの一つは、はい、あの遺跡発掘捏造ですよああの毎日新聞が何年前だろうもうずいぶん前にスクープしたんだけれどある考古学者の人がその、まあ、次々にその新しい遺跡をあの、えー、石器なんかを見つけるもんだから神の手って言われてたんだけどその考古学者の人が実はそのもうすでに発掘済みの遺跡を 遺跡のところに持ってって <laughs> 埋めて自分で発掘してたっていうのをその写真と映像付きでで毎年新聞が一面トップ書いたまあすごいなと思ってでそのドキュメンタリーっていうかあの自分たちの,この取材経過を書いた本もあるんだけどもう本当一晩中ずっと遺跡のところに張り込んで写真を撮り続けたらしいんだけど<ー>だからまあそういうスクープもあったりとかしてでもこれもその毎年新聞の記者が書かなければ永遠に埋もれてた っていいう可能性がが高のので立派ななスクープだけれども、まあ、その社会的な広がり例えば MeToo であったりとかその政務活動費の使い方だったりとかっていう問題とはまたちょっと違う方向にいってるかもしれないからスクープっつってもいろいろあるよなだから文春らちょっと今話してると、うん、世に出てないスクープすごいありそうですね。ありますよいっぱいたらたらあるでしょ。応じないとでし,かもしかも文春で言ったらね「文春すごい文春法だ」って言ってるけど。 広末涼子さんって言っちゃいけないよか女優さんとその、ねこうんね、シェフとの不倫っていうのはこれすごい広がってるじゃない、うん、だけど果たしてどこまで意味があるのっていう気もするので、うん、そうなんか個人だとこう、うん、スキャンダルみたいな方向に行ったりとかね、うんうん、引き続きリスナーのあなたが印象深かったスクープぜひ教えてくださいメールアドレスおいでよ。です